いよいよソニーアルファ7-3の牙城が崩れました。はい、というわけで今日もカメラのお話をしていきたいと思います。はい、僕のチャンネルでは結構恒例になっているヨドバシカメラの売れ筋カメラランキング、これをね一緒にご覧になっていきたいと思います。はい、今回もうねフルサイズミラーレスのイノベーションが確実に起こりました。はい、さあヨドバシカメラの2019年10月下期の売れ筋カメラランキング、はい、これの1位が今まではねもうねアルファ7-3だったんですよ。うん、今回1位になったのがフルサイズミラーレスシグマ FP でございます。おめでとうございますシグマさん。はい、僕はね、α6500 と α6000 ユーザーでソニーが結構というかだいぶ好きで結構応援しています。はい、だけどレンズは僕はシグマ大好きなんですよ。うん、持ってるレンズはねほぼね、シグマのレンズでございます。はい、でこれから欲しいレンズもシグマでございます。はい、そんな結構ねシグマ好きでございます。はい、でそのシグマがね今回満を持してエルマウントで出しているフルサイズミラーレスシグマ FP、 これがねヨドバシカメラの10月の下期の売れ筋ランキングで1位になりました。いやー素晴らしいですね。はい、うん、なかなか今までこのアルファ7シリーズそしてアルファ7-3の画像を崩すことがね他のカメラできなかったんですよ。うん、ね、それを今回まあねこのね FP に期待してた人はとても多かったと思います。でねもう確実にイノベーション起こしました。間違いないですこれは。うん、でこの FP どういうカメラかと言いますとシグマから出ている、フルサイズミラーです。でマウントは、パナソニックとライカと共通の L マウントを使っている、フルサイズミラーレスでございます。でこの FP の、特徴、今回のこの FP の、コンセプトでもあるシームです。今までのカメラの概念を一回壊して再構築しようというカメラでございます。はい、要は今スマートフォンのカメラがとても優秀になって、カメラ市場がねスマートフォンに取られているという中でこのスマートフォンの良さとてもコンパクトですよね。ポケットに入る大きさ、うん、そしてこの FP はとてもちっちゃいパスポートとほぼ同じ大きさでございます。はい、そしてそこにフルサイズというですねとてもね大きいセンサーサイズをぶち込みまして、で今までのカメラというものはミラーレスカメラ一眼レフカメラ、写真スチルの性能を基本にしてそれのインターフェースを中心にして動画の機能を乗っけてるんです。だけどもこの FP はボタン一つでスチルとシネ動画ですね写真と動画のインターフェースをそもそも変えてしまうと、要はスチルモードにしておくとインターフェース全部写真用のインターフェースになります。そしてスイッチを、シネモードに変えると動画用のインターフェースや機能やボタンが割り当てられるようになっているというね、うん、そしてローでも撮れるというですね、まあなんともねあのコンパクトなボディにギュッと詰め込んでいるカメラでございます。うん、でまあ写真ユーザーもそうなんですけども、どちらかというとやはり動画ユーザーがもうね気になってしょうがないカメラでございますね。はい、僕もねやっぱすげえ気になるんですよ。ただ僕の場合ね、
フルサイズ用のレンズ持ってないしお金もないので、まあ買う予定はそもそもないんですけども、すごく気になりますよね、うん、もちろんソニーのカメラ大好きですけども、やはりねシグマ僕は大好きなので、これねすごく気になってるんですよね。はい。でこの FP は、いろんなアクセサリーをつけることによって、すごくライトな、スナップ写真に向いたねグリップをつけたりとかね、三脚の穴のネジが要側と底面に3個あるので、いろんなアクセサリーを取り付けて、もうなんていうのね、もうシネマレンズみたいな、あシネマカメラみたいな、もうねそこにこう大きなファインダーつけてみたいなこともできるし、ふらっと取り歩きにできるようなスナップできるようなグリップをつけたりとか、いろんな用途で使える、うん、カメラに変身するカメラでございますね。はい、これねめっちゃね、うん、もうコンセプト自体がすごく面白いので、でねやっぱりそのここ何年かのやっぱりこうシグマさんのね、うん、こうやってきたことを考えると、もうね企業努力がすごいんですよ。うん、ものづくりというかね、いいものをね、そしてどれとってもね、うん、お値段もリーズナブルなんですよ、うん、でこの FP もですねアルファ7-3と大体同じぐらいの値段かな、約20万ぐらいなのかな、うん、それでねこんだけの機能をぶち込んで、だって動画時は確か電子手ブレ補正も使えるので、もうね、あ素晴らしいカメラ、もうスペック上だけでもね素晴らしいカメラだなっていうのが分かるので、まあね今回ねこうやってヨドバシカメラの10月の下期の売れ筋ランキング入るのはまあ当然じゃ当然ですよね。はい。でまたこっからが面白いのがね、うん、この後のランキングですよね。2位以降いきますよ。2位がアルファ7-3、はい、そして3位がアルファ7-3のレンズキット、はい、そして4位がアルファ7R4、そして5位がキャノンの EOS90D のボディ、そして6位がキャノンの D5600、 そして7位がアルファ6400のズームレンズ機、そして8位がニコンの Z6、 そして9位がオリンパスの OMD EM10、 そして10位がシグマ FP、 あこれ10位にも入ってんだ、うん、1位がシグマの FP のレンズキット、そして10位がシグマ FP の本体。あーなるほどめっちゃ売れてるめっちゃ売れてんじゃないですか。僕今パッと見て初めてここで気づきました。だいたいねやっぱりこうシグマの FP は45mm の F2.8 の DN レンズね、ミラーレス用に設計されたフルサイズの 45mm の F2.8 のレンズが、キットでね、レンズキットですね、はい、このレンズもね、うん、まあ、僕 APS-C ユーザーからしてみると、例えば α6000 系統で見ますと Sigma だとね 30mm の F1.4DCDN こちらがあるので、APS-C ユーザーはこの 45mm に至ってはあまりね、興味がない方は多いと思います。だけどこれねフルサイズユーザーから見るとめちゃくちゃいいんじゃないですか、うん、でいろんな、レビューとか実写サンプルとか見ますとなんすね、あのねボケがすげえ綺麗ですよね、うん、やっぱり F2.8 なんでフルサイズの F1.4 とか F1.8 に比べるとボケは大きくないんだけども、なんかねめっちゃ綺麗ですよね、うん、これメインレンズでね1本つけとけばある程度いろんなものが撮れそうな気しますよね、はい、
しいですね。そしてね、アルファ73ってすげえ機種ですね。いまだにランキング入ってんすからね、売れてんすからね。ね、だってね、キャノンさんはね、EOS 90D しか入ってないっていうね。ね、ニコンさんね、ランキング入ってるのがね、ミラーレスじゃないですからね、 D5600 ですからね、一番上がね。そうそう、この D5600、 この間ね、ヨドバシカメラに行った時に、あのこの D5600 置いてあったんで見たらね、やっぱね、ニコン一眼レフじゃないですか。いや、一眼レフババッと触ってたらね、めっちゃ良さそうとか、そのフィーリングっていうんですかね、こうグリップ感とかすごく洗練されてましたね。でこの5600めちゃくちゃちっちゃいじゃないですか。いや、ミラーレスじゃなくてよくないですか。あのミラーあってもあの大きさだったら全然いいんじゃないですか。あの5600の大きさでなんかね、 D500 ぐらいの性能ぶち込んでみると、いや、売れそうな気するんですよね。てか、思ったんですよね、やっぱニコンとキャノンって一眼レフじゃないですか、ね、5D も触ったらあれめっちゃいいじゃないですか。 5D マーク4か、あれ僕あの久々に家電量販店行っていろんなカメラ触ったんですけども、一眼レフいいなと思っちゃいましたもん。いや、だからニコンとキャノン一眼レフもっと頑張った方が僕はいいかなと思いました。はい、そんだけでございます。はい、はい、というわけで今日はね、シグマの FP がですね、ヨドバシカメラの10月の下期のランキング、売れ筋ランキングで1位を取ったというお話でございました。これでね、カメラ業界にイノベーションが起こりまして、もっとね、カメラ業界が盛り上がってくれることを僕は願っております。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。あ、この動画が参考になったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。